さいただいてきましたけどね、松屋さんで。あれなんですね、ここの松屋さんは最近すっかり四日市のあたりはセルフサービスのねタイプのところが増えましたけど、ここはあの従来型のあのやり方のところなんですね。なもんであの定食がおかわり自由ではないんだなっていう。最近すっかりあの松屋はおかわり自由に泣いてしまってましたんでね、あ、しまったってね。あれあの並盛りであのダブル定食をおかずを食べようと思うと、もう相当ご飯の量気をつけないと厳しいです。あ、難しいですねいつもの感じでとりあえず肉一切れでまず最初ご飯いっぱいみたいなことね、やりそうになってる。あ、違う、これは気がついたんでね、大惨事にはなりませんでしたけど。で、なんかこのバローの近くにバス停があって、そこからも行けるみたいですけどね。ああ、この奥行ったら急にまたお店増えましたね。そう、歩こうかなとも思いましたけど、まあまあ距離があるみたいなんですよね。でも一回歩くか、飯も食ったし、せっかくだからこっちの方ずーっと歩いてったら行けるみたいね。さあ、あれね、一回足を止めると億劫になりますよねいやこれでも小泉駅から行こうと思ったら相当しんどいぞこれ。一応この道をずっと行ったら行けるみたいですよ。よいしょ。へえ、なんか、へえ、松岡研究みたいな感じのところなんかな。へえ、こんなかありますね。いろんな工業用の車両が一本横に入ると、今ちょうど多分この横あたりに金瀬の北方線があるはずです。いや、しかし今日はいくら平地だからとはいえね、多分今までのシリーズ史上最も歩いてる時間が長いかもしれない、ね、歩きの移動距離が間違いなく一番長いでしょう。今までの1位はどこだったんだろうな。まああのあそこね、あの広島行った時はねだいぶ歩いてますけど、まあ、言うて2泊3日でしたか。1泊あの時1泊2泊結局3泊4日してますからね。そうだ、あの時は3泊4日だからそりゃ稼ぎますよね。近鉄ターミナルの時はそこまで歩いておかないからな、言うていろいろ乗っ取ってね。帰りは極力もう動きたくないもはや眠くて何も言葉出てこないしね。一本内側を歩いてるんで特にお店も何も出てこないですしね、普通の住宅街ですからね。よいしょ。まあ、この辺りカットだろ。よいしょ。なんか出たら撮るよ。うん。言ってたのっけから、すごいの出ましたね。これ、さっきのところと一緒か。さっきと同じ、50円自販機、こんなところにもあるんですね。これ、だいぶ金銭に対抗してきてますよね。へぇ。多分、この道ずーっと抜けたら金捨てちゃうのかな。おー、安さでこう自販機で対抗してくるとやりますね。あれ50円結構ガチの50円でしたからね。あのデザインの感じだと多分一緒ですね。どうやらこの辺りのその50円ベンダーをやってる、ベンダーさんがあるんでしょうね。へー、岐阜強いな。あんなんやっとるの大阪だけだと思ってましたけどね。うん、大阪の業者がここまで来とるとも思いませんし、多分別の業者なんでしょうね。大阪のやつはもっとあのコテコテに書いてありますもんね。
で、もう賞味期限は切れてますよとかってね、堂々とか言って、まあ、あそこの場合だから30円とかってね、もはや電気代になるのっていうね、値段で売ってるやつもありましたけど。いや、でも50円はありがたいよ。うん。普通に飲めますからね。これで高屋上里っていうのかな、北方町の高屋上里1丁目っていうあたりらしいですね。うん。おい、ゆっくり歩くよ。ただね、この道を本当にずっとまっすぐ行くだけなんですけど、またね、なんか中学校があるみたいでね、もう中学校の手前からカメラしまいますんでね、もう、さすがに、なんか学校の周りって、お寺の周りってなんかちょっと、学校が多かったりすることありますよね。敷地の問題だったのかな。いや、多分これをずっと歩いて抜けたら、そっちの方みたいなんで。まだでも、歩道があるからいいな。うん。うん、要は学校があるから歩道が整備されてるんでしょうね。よいしょ。このまままっすぐ抜けるだけですからね。よいしょ。ちなみに今抜けてきたところね、小学校だったみたいで、その小学校の横がなんか子ども館という、保育所、いわゆる預かり施設みたいな感じだから、調律みたいですけどね、綺麗な建物ね。日曜日もやってるみたいな、普通にお子さんいるわ。なんだろう、図書館とかを兼ねてるような感じなのかな。綺麗な建物ですし、車で送り迎えもできるような感じになってますからね、便利ですね。新しく作った感じですよね。めっちゃ綺麗だし、普通にいいな。こういう取り組みやってるんですね、北方町。今非常に重要になってきてますかね。もうほぼほぼね、共働きのところがほとんどになってますからね、今は。ね、うちらの子供時代と違って。ですから、ね、学校が終わった後のね、その、預かり施設みたいなの、教育をね、セカンド教育どうするかっていうところがね、非常に、重要になってきますからね。まあ、そう考えると本当に今ね、受験やってる子たちっていうのはね、すごいね。よくあんなに勉強好きですもんね。私、まあ、もともと勉強そんな好きじゃなかったですからね。全然やってませんでしたけど。やってるふりはしましたけどね。もういいや、今だからね。まあ、それやってるふりってのはバレますよね。テストの成績はね、5点とか4点とかですからね。やったわけないんだって。見たところは何もわかりませんからね。4点ってことは 96% もわかってないんですから。ほぼほぼまぐれで2点とか3点とかそう言ってるだけですからね。自分の中ではね、これも完璧に言ってた、もう絶対100点っていうくらいね、書き込んであるんですよ。そう。よく先生にね、すごいって言われたのは、おめえ、98個は間違えてるのに、全部回答を埋めるのなっていう。一つも合ってないのに、回答はそれっぽく埋めるのなっていう。それは褒められたことがあります。でも合ってないけどなって。赤点だけどなって。うん、だからテストのあれ作るときにね、一番大変だったらしいです。あれ何？あ、なんか動いてる。え？あ、こんにちは。何？今機械でやってんだ。おじいちゃんがゆっくり眺めてますね。あ、今こんな機械あるんだ。で、要はお掃除ロボみたいな感じで自動でこう、あれか、肥料をまいたりとかいろいろやるんだ。
肥料撒くのこういう機械やってくれるとかいいね、農薬とか。水を撒いてるのかもしれませんけど、言うてそう、あのね、あの農薬ね、直接撒いたりするのもね、言うてね、あのあれですからね、そう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 、大変な作業ですからね。そうそうそう、へえ、面白い。あ、で今戻ってきて、あお、すげえ。あんな機械あんだ。この辺りは、これは麦ね、麦ですね。もう言うてるうちに収穫時期ですよね。うん。これは六条麦かな。ちょっと揺れが激しいんで分かりにくいですけど、よく六条大麦とか言うじゃないですか。あれ、あ、じゃあこれ小麦だ。大麦は六条大麦となんか二条大麦ってのがあって、2つ縦横に2つずつで、ね、つくのが二条大麦で、これが六角形にふわーってつくのが六条大麦っていうらしいですよ。これは小麦だから全然ごめんなさい、関係ないね。よいしょ。まあこの辺りは気候もいいですから、二毛作もねバリバリできますよ。ああいいね、豊かな大地でございますよ。あら、なんて言っとったらなんかおしゃれなカフェ出てきましたよ。カフェ スキーマ、あ、じゃああれ、シンミア、カフェシンミアロッソ、シンミアのロッソは赤ですね、まあ赤い、あ、だから赤のデザインなんでしょうね。シンミアってなんだろう、聞いたことね、シンミア、うん、んじゃなくて、ん、ね、M で終わらせるね、音して、シンミア、シンミア、イタリア語なんでしょうね。ああ、あと調べときます。これ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 、あら、いい感じでポストありますね。俺こういうポスト好き、こういうエモいポスト好き。いいね、いいね、このポストいい、うん、さあもう時刻は15時53分か。もう言うと時に4時前ですからね、言うて。いや、この企画しんどいな。あれですね、ちょっと JR さんも近鉄もね、実は最初の、ね、1回目はね、その駅のご案内ね、そんな近鉄四日市駅でやりゃいいじゃんってね、思ったんですけどね、私ね、近鉄四日市はね、ほらちらっと見たことあるわけですよ。なんかすごい途方もないところ書いてあった記憶あるんですよね。なもんでね、あれはまずいと。そういうことでね、あそこは却下にしまして、まあ、それでね、まあこっちにね、ちょうど、ね、視聴者様の持ち込みは私っていうところで、ね、来たんやけど、あーつー疲れた。あ、そう、四日市でねやろうとしてね、それやめちゃったと。ちょっと待って、あれ松田でね、あれ何でしたっけ、なんかガルフィングのやつですよね、松田のバブリーな時期に作った、名前忘れた、あれこ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 れだ。おお、めっちゃ珍しい、走ってるの、生で走ってるの初めて見たかなぐらいですよ。うん、これは町のグラウンドかな、町営グラウンド、中央公園、あ、中央公園なんだ。やっぱりまだまだ先なんだ。うわ、遠いな。よし、本通りの方に出ましょう。そしたらね、もしかしたらバスが来ちゃうかもしれない。これちょっとバスが来ちゃったらもう乗っちゃおう。ダメだ、疲れた。よいしょ。何、回転灯が点灯してるじゃん、ブザーが鳴ってる時は。110番通報願います。何、北方中央地下道、何、あっちに行けるんだ。
たい。やっぱ地下道あたり入りたい。行っちゃおう。コインランドリーなんかもあるね。自転屋さん。いいね。スクリーチも買うね。ね、すごい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 。よし。やっぱ地下道あったらね。今日どんだけ地下道入るんだ。うちのチャンネル。いやいやいや。すごい。連絡先110番か119番。まあ、分かってることでもね、書いておいてありがたいですよね。どうかな。おお、一気に暗くなった。おお、あ、非常用ボタンがある。何のために、え、めちゃくちゃ非常用ボタンがある。サイレンが鳴ってるときは110番通報。え、何何、なんでなんでそんなにここ厳重なことになってんの。てかサイレンが鳴ってるときは110番通報っていうのはさ、もう押したら直接110番通過するようにしとけばいいような気もするけど、そうはいかないでしょうね。何なんだろう、不思議だ。こんなところにと思ったけど、要は小学校中学校があるからあれでしょうね、通学用なんだろうな。あー、でも一応これまっすぐ行ってもね、行けるんですけどね。疲れた。でも嫌な予感するんだよな、こういう時って。だいたい目の前をバスがピューって走ってく、落ちな気がするんだよな。あの歩道橋が見える交差点の方かな。あら、おめえそんな楽すんじゃねえぞと言わんばかりに赤信号に変わりましたね。いやいや、分かってるな、渡るんじゃねえぞと、ね、言わんばかりに右折車も来ましたね。普段普通のタイミングなんですけど、ちょっとじゃあ北まで歩こうか。お、なんかめっちゃ混んでる。フィットパークも混んでる。あ、めっちゃ洗車してる。まあ洗車日和やもんね。で、プリペイド価格132円って安いな。いや、リッター132円って安いな。おう、はあ、はあ、これまた歩くの。いやー、通りの方に出たいな。まあ半分以上は来てるんですけどね。言ったらまだ半分弱あるわけですよね。疲れた。4時だよ、もうこっから4日行って帰らないといけませんからね。明日仕事なんだからさ。そう、夜勤の時みたいにね、日曜日最悪こっちの方で行ったくっていう裏技が使えませんからね。ダイニングキッチンなんだ。へえ、こんなすげえ、へえ、こんな奥まったところにあるんですね。オッケー。あ、バス走ってった。あー、予想してたオチが。今のでも、今のバスは多分、円空寺の方行くやつじゃないんじゃないかな。円教寺か。ね。そう思う。あっちの方角じゃないはずだもん。もう、疲れた。これ中学校か？あんま中学校っぽくない施設だよな、これ。これは違うよな。あ、いや、でもこれ中学校か。え？すげえ、なんか立派な施設ある。あ、これ中学校みたいですね。
そうだ、薬の空きがあるからそうなんだ。へえ。じゃあもういいや、こっち歩いて、この中学校またいだら、またいだら、あの、お寺があるらしいんで。へえ。あ、ね、ほら、北方遠京地前って なってるの。思ってませんよ。今のバスに乗ってたら、着いたら、でもあんまり変わらなかったでしょ。あんまり変わらなかったじゃん。ね、いや頑張った頑張った。これでそのまんま岐阜の方にまで行っちゃうんだね。へえ。便利で、ね、帰りはあでもバスセンターがあるらしいんで、ええこれでいいの？いよいよ本格的に。散歩動画を撮るにはふさわしくない感じになってきてますけど、大丈夫？大丈夫みたいね。え、通る？え、いや、通れないよね。通れないね。完全に学校の敷地になってるもんな。無理だ、無理だ、無理だ。地図を見た感じやと、ごめん、全然見えてないかもしれませんけど、一応これまっすぐ行けるみたいね。で、抜けた先にあるみたいよ。行けるみたい。Google さん信じるからね。いや、お前行くんじゃねえよ。お前分かってるよなって。なんか、試練のように砂嵐が待っておりますけど、カメラによろしくない。これちなみに右側が小学校で、あ、左側が小学校で右手が、中学校らしいですよ。めっちゃ綺麗だけどね。うわ綺麗だけど、あのカメラを向けたら、あの砂ぼこりでカメラのがレンズが死ぬ。おおめっちゃ立派な建物だけどね。だから中学校移すのもあれだしな。でも本当に、通れんしょ、これ。これも完全に行き止まってるもんな。ダメじゃん。やっぱダメじゃん。して。これは何？青霧通り？そうですね、青霧道場。へえ、そんな通りになってんだ。だからここは幼稚園もあるんだ。あ、町立幼稚園と小学校と、もうワンセットなのね。いや、ここまで分かりやすいのもないね。ここまで分かりやすくね。この山城の行く手を阻もうとしてる感じはないですよね。で、あ、車も来るし、ここから入れるんだ。あ、遠京寺ウォーキングコースってなってるよ、一応。1周3キロ。絶対3キロ以上歩いてるよな。ああ、3キロで効かねえってなって、あそこから歩いてんだもん。冷静に考えてみたら、西岐阜駅から歩いてんだもんな。あれ？西岐阜駅から乗ってないよね。あそこからずっと歩いて、あそこ行ったんだから。えぐい。めっちゃえぐい時間走ってるな。でもう言っとるうちに着くはずよ。この学校のすぐ裏側にあるみたいな話あれね。途中からなんかウォーキングコースになってるから、もう一応ウォーキング向きなんでしょうけど、どうですか、うちのチャンネルのウォーキングコースやってみる方いらっしゃいませんか。
何キロ歩いてんだろうね。あとでちょっと見てみよう。軽く2万歩は行ってる気がする行ってるよなこれは。で福地センターとかがあって、あここに出てきましたのが、あここは、あもうここ延長寺なんだ。あえ、あここ延長寺、これ延長寺、はあ着いた。